もういいか。まあ、おでん食いてえな。いや、まあ、コンビニのおでん食べたいな。おでんの卵焼きめっちゃ好きなんだよ、そのセブンにある卵焼き。その卵焼きあるんですよ。ああ、だし巻きか。わかるわかる。美味しいよね、ソーセージとかだし巻きとか。そう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 。わかるわ。そんなのあんだ。卵焼きガンダ。俺大学は一元行って朝飯もう毎回クレタに食ってましたよ。家のおでんは食べれんけどコンビニのおでんは大好きだ。なんで家のおでん食べれん？何食べれんの？そっちが全然引っかかるわ。いやなんかね、家のおでん全然食べれないんですよね。え、なんで？おでん嫌いは知ってたけど、お母さんのおでんだったからね。いや、家のねおでん食べれんのよ。なんでなんで？わかんないです、本当に。外おでん派か。ファミマとかセブンとか、これ違うのかな。うまいのはわかるけど、ずれてる。お母さん泣いとるぞ。いや全然うちのおでんが好きだわ。マジっすか？うちのおでん好きだけど。うん、まあおでん好きって言っても、うちのおでん好きって言っても言うてさ、おでんの元を買ってきて、待ってるだけだから、うちのおでんもクソもないのかもしらんけど、好きなもんがいっぱい入ってるから好きだ。おでんで何好きっすか？もう練り物は好きだよ。あとでもご、あの、ゴミ巾着じゃねえよ。それゴミ袋。餅巾着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 。そんな、そんな間違いあります今の。普段から思ってないとそんな出ませんよ、今。出るよ。友情に。ゴミ巾着。いや、本当に好きだから、待ってくれ、今のは。本当に好きだから、今のは許してくれ、今のは許してくれ。普段から言ってるような。本当に好き。ね、本当に間違ったね、今違った。びっくりした。素で出てきたような感じの音で言うから。そんなわけないだろう。恨みがあるんやなみたいな。そんな本当にマジ本当に好きなの餅巾着。うまいっすよね。いや普通の柱がいいだろ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画と概要欄から本編動画もお楽しみください。ドズル社最高。ドズル社しか勝たん。